出方はどうだった、なんか考えてないですか、どういうふうに 出ようとか。それでもうこの際さ、多分さんまさんいつまでも帰れへんから、うん、もう浜田出て行って、お前そのお前のあの何粗暴キャラがあるからお前のその粗暴キャラで、粗暴キャラってずっとワンパクで打ってきたやんかでその粗暴キャラでなんか出て行ってガムテープかなんか持って行って、さんまさんをなんかガーってやったったらええんちゃうか、話し合ったんだ。じゃあ俺言ったの、うん、昔やられたからね、うん、ガムテープで舞台に貼り付けられたりしてたから、うん、仕返ししたったらええんちゃうかって言ったよ。ほんならいやそれはそんなんできへんできへん、怖い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 って。そんな怖いんですか。怖いねんって、それは怖いねんって、やっぱさんまさんは怖いねんって。いや怖いよ。一回27時間の時のトラウマがあんねんな。一回頭バーンやったら、バーンやったら俺先輩やぞってバーンってやって笑ってはんねんけど、目だけ笑ってない怖い時あんねん、ほんまに怖い時あんねんって。自分ら怖い思ったことないやろ。ほんまに怖い時ね、歯がね2枚がやかまほんと怖い。ほいでほいでこいつが、いやそれはできへんできへんって言うの。あそうか、そんな浜田さんが怖いの、ね、怖いんやと思って、ほいで袖でずっとタモリさんとさんまさんのトークを見てて、どうするどうするって、もう行こうか、もう出なしゃあないやろ、時間も時間やしって言うて、はいはい、パッて見たらこいつガムテープ持ってやがって出んやこっちやんねやと思ってでもドア頭バーンっていきましたもんね、はいはい、あの空気の中、もうちょっとあれは出にくかったけども、空気わかんないですもんね。そう、でもこれ潰さなしゃあない思って、あの空気を、でもワンパック感出てましたよ出てました出てました、すごいすごいワンパック感出てた、ぐるぐるめちゃくちゃ粗暴だったしねワンパクの CM 来るんじゃないのミキハウスとか来るんじゃないのミキハウスミキハウスワンパンちゃうやろ子供やけど